はい。皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です、えー。月1回のポッドキャスト配信ということで、えー、恒例のですね、えー、今月2021年2月に発表されました人工知能 AI に関するニュースを今日もですね、えー、解説していきたいなっていうふうに思っています。では、早速ですが、順番に見ていきたいと思います。はい。まずですね、えー、最初のニュースなんですけど、えー、こちらになります。えー、チームラボ。 えー、猪子さんですね、えー、が、えー、AI を労働力の削減などには使わないというですね、えー、猪子さんか、ごめんなさい。猪子さんね。えー、というニュースがありました。まあ、あのー、僕はね、よくこの話の中で、その AI とかロボットとかですね、えー、こういったものは、人間が嫌な仕事をやってもらうためにするんだということで、まあ、働き方改革の中でもですね、5G の中でもよくこういう話をするんですけど、 まあそのようなですね、まあ、人間の労働力というか仕事を奪ってしまったんでは、その人間がかわいそうだからという、ねえー、議論もあるわけですよ。まあ、その中で、えー、猪子さんは、えー、労働力の削減に使うんではなくて、えー、もっとクリエイティブな人間ができなかったことをやってもらうような仕事を、ね、してもらうんだということを、ね、言っています。これは、ね、一理あって まあそのプラスで使うのかマイナスで使うのかって話です人間にとってマイナス削っていくのか人間にできない部分を補っていくのかって話があるので、まあ、両方ね両論兵器でどっちが正しいとか間違ってるってことではないと思うんですけど、まあ、このようなですね活動していくっていうのはやっぱりアーティストの方とかクリエイティブな仕事をしてる方っていうのはやっぱそういう使い方ができていくといいなっていうふうに思いますよねまあでもそれもねあのそのクリエイティブな仕事を をやろううとととしてててるる人間にとってはそれれが奪われているとも言うんですけどねだから労働力の削減ではないけど、まあ実際にはその,その部分も誰かが働いてたわけなんで、まあ厳密に言えばですね、労働力の削減にならないような AI はないと思いますけどねえ、もしそれがあるんだとしたら、ただ無駄なもので人間にとって必要じゃないってものになると思いますので、まあ厳密に言うとね、そういうことだと思いますけど、まあこのようなことは出てきました。はい、続いてのニュースなんですが。 え、AI を搭載した戦車やミサイルの開発が進められていると、AI の軍事利用の倫理的な問題点はというような記事がありました。まあこれはですね、その人間が今まではですね、判断して、こう、 鉄砲を撃つとかですね、戦車を走らせるみたいなことをやってたわけなんだけど、それらはもうね、AI 合戦になってる、まあ情報合戦に今なってるわけなんですけど、まあそのような形になった場合に、仮にその AI が暴走してしまってですね、えー、なんかミスをしてしまった時に、じゃあ責任は誰が取るんだみたいな問題があるわけですね。で、まあこれはですね、あのー、今だってすでに人間にだってですね、例えばその AI にその、 ウイルスが入ってですね、その暴走するみたいな、まあ、あの、最初からプログラムしてないことが動き出すっていうのは、まあ、ウイルスだったりとか、まあ、バグだったりするわけだけど、でもこれは人間でも同じですからね、人間でも、なんか病気になってたりとか、ちょっと気分が悪くてですね、判断を誤ってしまったりとか、もしくはですね、変な洗脳を受けてですね、違うようなことをですね、やったりとかですね、スパイが潜り込んだりってことはあるわけなんで、だからそれはね、条件的には同じだと思うんですけど、ただ一個だけ問題なの のはその仮にその AI によって何かあった時にその責任問題を誰が取るのかって話、まあ、仮に人間の場合は人間がですねなんか体調が悪かったりとか例えば変な洗脳を受けたりとかしてミスをした時にでも でも、責任はその人にあって、その人が捕まったり、まあ、あの、刑を受けたりとかするわけなんだけど、じゃあ、AI は刑を受けるのかって話になったときに、まあ、受けたとしてもね、あの、どうなんだって話がありますよね。だからそれは人間社会で生きているので、だからそこの部分っていうのは、じゃあ、その、AI をプログラミングした人が悪いのか、AI を操作した人が悪いのか、AI を実際にね、その軍事で使うって決定した人が悪いのかって話になってくると、まあ、なかなかですね、あの、議論の、えー、と、こが難しいですよね。まあ、このような というのが、まあ、今、議論されていることじゃないかなとうう思いますね、はいえー。続いてですね、えー、AI が編み出す裏技が人間の想像をはるかに超えてきた件っていうのがありまして、まあ、AI がですねなかなかこう気が利かないみたいなこと言われてたんだけどこれがだんだんです、ね、いろんな裏技というかですね人間が思いつかないようなことをやってくるんだけどでもこれはねありだなと思ってるんですよね。だからそのあのまあ、要するにねちょっと 笑ってしまうというか、えー、なんでそんなバカなことをするんだとかっていうことをですね、今やってるわけなんだけど、でもそれは、そのバカなことをやってるのが正しいのか間違いなのかももうわからないですからね。えー、もしかしたら、えー、将来的に長い目で見れば、その方が正しいかもしれないので、まあ、そのようなですね、えー、あの人間思いつかないことをやってきてるとかですね、裏技を出してきてるっていうことは、まあ、シンギュラリティって言ったりもするかもしれませんが、僕はいいことじゃないかなって思っていますね。 はい。あとは、AI がヒット曲を量産、人気曲の特徴を学習、メロディーやコード進行を自動生成するアプリということで、いやー、怖い時代になってきたなと思いますね。その曲をですね、 作曲することがですねできるようになったわけですよ。で、まあこれにですね、まあ、歌詞をつけて、でそれをボーカリストあボーカロイドに歌わせるっていうこともできるわけなので、そうするとですね、まあ、素人がですね作った曲っていうのを、えー、例えば TikTok とかで流してですね、でそれがバズってですね、まあ、実際に今売れてるっていことがもうすでにあるわけで、でそれがですね、作曲をですねその人じゃなくて、その人が 仕掛けた AI さんが作った曲っていうのがヒットするようなことがあったりとか、これからしてくるんだろうなと思いますね。まあでもその人はね、その AI 頼みで作ったので、え2つ目のヒット曲が出るかどうかわからないんだけど、でも実際にその TikTok で聞いてる側からしてみれば、AI が作ったのか人間が作ったのかすでにわからないわけで、そのようなヒット曲ってえ紅白出るみたいなことがこれからね、あるかもしれませんね。この数年以内にもあるんじゃないかなという,うに思いますよね。はい、続いて。 アマゾンやグーグルが雑談できる AI を熱心に研究する超現実的な理由ということで、まあ、これね、あの今から数年前によく言われてたんですよね。その AI はまだまだ人間にかなわないのは、えー、何かっていう話の中で、雑談ができないってい話があったんですよ。それで今、Amazon とか Google っていうのは、スマートスピーカーなどを取って、 通してですねその雑談してる内容っていうのをですね、分析しているそうなんですね。で、例えば、えー、食べ物の話とか、旅行の話とかですね、まあ、人間が雑談でよく使っているトピックっていうのが分かってきていて、でそういったことをですね、ところで好きなラーメンないのとかですね。 そのように話題を変えて、ですね雑談をしていくってことはできるわけですね。だからトピックさえ分かれば、雑談はしゃべれるようになるわけなんで、まあ、そうするとですね、間が持つというかですね、そのただこう、質問に答えるだけのものであればつまらないけど、向こうからですね何か話をか,、えー、か,あのかけてくれるようにならないと、まあ、コミュニケーション取れないわけですよね。まあ、そのようなステージに、まあ、来たんじゃないかなとも言えますよね。だからここら辺はですね、ちょっと注目かなって気がしています。 はい、あとはですね、えー、こちら松尾さん、松尾豊さん、東京大学の教授がですね、人工知能基礎に関するですね、えー、まで何て言うかな、ソフトというんですか、サービスというものをですね、2万5000円だったものを3000に引き下げみたいなニュースがありました。まあ、これね、まあ非常に嬉しいニュースでもある一方で、まあ、その人工知能 AI というものがもういよいよね、普及化、一般化した。 かからじゃないかないって気もしますね、まあ、一般化させるから安くしたっても考えられますし、一般化したのに高いから買わないから、ね、安くしたっていうことも考えられるんだけど、でもいよいよですね、こう我々一般の人がですね、AI を使いこなせる時代になってきたんじゃないかなっていうふうなことがね、ここからもちょっとね、感じられたりもしますよね。こんなニュースも入ってきました。 はい。あとはですね、LINE の文字認識機能がパワーアップ、旅先で活用できる翻訳機能も搭載ということで、まあ、LINE さんがね、今一生懸命頑張って、その LINE クローバー作ったり、あと車にね、あの、積み込むね、LINE のスマートスピーカーとかも出てきたりしていますけど、 まあ今回ですね。まああの、もうすぐ3月1日にヤフーとの系統が控えてますけど、これでますますですね、こう資本を手にしてですね、AI の部分にお金を投資してですね、進化していけば、まあ独自の日本の AI っていうのが開発できるような気がしてるので、ちょっとこれ楽しみですけど、ただね、あの Google や Amazon、 アップルなんと違ってですね、まあ、日本だけの力が強くなるので、ま,あ、またね、あの、柄系現象にならなければいいなというちょっと危惧もありますけど、まあでもここはですね、えー、同じ日本人として応援しておきたいなというふうに思っています。あとはですね、えー、画像に関するニュースということで、いろいろまた入っているので紹介したいと思うんですけど、今インターネットでね、えー、話題になっています、えー、これ何て読むんですかね、えー安倍 アベタラファイって言うんですかな、ね、アベタリ,タリファイって言のかなというですねア、アプリがあるんですけど、これは写真と映像を組み合わせることで、写真をリアルに動かすができるディープフェイクアプリなんですけど、なので、まあ、 昔のですね、例えば、え、江戸時代の人の絵とかですね、例えば看板とかですね、こういったものを、え、映像を組み合わせることにですね、実際に歌わせてみるみたいなことができるようになっちゃったんですよね。で、まあ、この動くことだけでもびっくりなのに、そこに音楽をつつけて歌ったりすることができるっていうことで、まあ、いよいよね、もうディープフェイクが誰でも作れる時代になってきて、で、今ここにですね、もう音を被せることもできるし、えー、人の声で被せることもできちゃうので、まあ、 もう技術の組み合わせができればね、もう勝手にもう喋り出すことできちゃうので、いやね、もう恐ろしい時代になった。もちろんこれ無料なわけですよ。無料なアプリであるわけですからね。はい、続いて、AI で歴史上の人物をリアルに再現。ワシントン大統領は髪の毛が残念だよ。ベートベーベンの姿もっていうニュースがありました。これはですね、今まではこの、 写真がなかったような時代とかですね、もしくは白黒しかなかった時代の写真とか画像とか絵とかね、こういうものありますけど、これらを AI がディープラーニングで,ですね、今の え、技術で,ですね、え、蘇らせるとですね、まあ、よりリアルなですね、え、その肌の感じだったりとか、髪の感じっていうのが出せるようになったっていうことなんですけど、まあ、これはもうね、全然可能ですよね。でも、あの、このような形で、昔のものが蘇ってくるっていう、そしてそれがですね、さっきの技術と組み合わせれば、喋り出したりとか、動き出したりとかしていく。で、それがですね、え、VR の世界では、実際アバターになってですね、え、動き出したりとか、会話したりすることができる。で、なんならその人が歌を歌ってですね、え、新しい 新曲を出すことができるようになってくると、もうわけわかんない世界になるなっていうふうに思いますよね。はい、えー、続いて。 え、話し言葉を手話に自動変換、滑らかな生成を実現ということで、これすごい期待したいですね。その、まあ、手話の技術っていうのがあって、手話をやってる方々がですね、あの、変換をしてくださってるんだけど、これ喋ってる状態から自動的に手話に置き換えるっていうようなことが、まあ、できればですね、スマホの画面とか見せてですね、手話で、自分が喋ってないよう手話に、ね、こう変換することができれば、まあ、あの、すごいいいですよね。でもこれ、ま、確かに技術的にもうできますよね。組み合わせですからね。でもこうなってくると、 と、あのね、このえ喋、ー、れない方々に対してですね。あの、いろいろコミュニケーションをとれるようになりますから、非常に期待したいなという風に思っていますね。はい、もう一個ぐらい行きましょうかね。はい、ええー、ともう一個ですね。あの写真からですね。採寸したりとか、あと zozo がですね、えー、バーチャル試着みたいなえものも出てきてるんですけど、この辺もね。すごい期待したいなと思ってます、ね。まあ、とにかく写真カメラで撮ったものに対して何かをするっていうことがかなりいろいろできるようになってきたなっていう気がしています。 そして究極はですね、え、アップルがですね、え、マスクをしたままでもフェイス ID を解除できるようになるというような話も出てきてますので、よりね、この人工知能 AI の画像の部分、え、そして音声の部分なんかが進化してきたなっていうことがわかります。はい、ということで今日はですね、え、2021年2月のですね、人工知能 AI に関するニュースを振り返ってました。また来月お会いしましょう。では、ネットウェスアナリスト、横田修林でした。バイバイ。